second mission. Oh, this is going back to town. Or the city. But yeah. Just got the fourth party member. Oh, I forgot. The city was like this, right? あんたもすぐ忘れる体質？体質？そうかもな。俺たちもいろんなことを忘れちゃう。類まれな戦闘力の代償だと思う。カオスに挑む者に世間のしがらみは邪魔になる。つまり忘却は慈悲だ。へえ。誰の？私たちがあれこれ忘れてしまうこと、そもそも記憶がないとか、これは誰の慈悲だ？さあ、忘れた。なあ、ネオン。あんたがここへ来たのはいつだ？あれは、10年前のような、昨日のような。大体以上です。カオスはいなかった。おじけづき逃げ帰ってきたのではなかろうな。時にそこの娘よ、お前もクリスタルを持っているのか？一度お目にかかっているはずです。まあよい、4人ともクリスタルを持っているのだな。漆黒だがな。ついに光の戦士が揃ったか。そなたらを光の戦士と見込んで、ルカーンの予言のすべてを伝えよう。すべて？この世暗黒に染まりし時、4人の光の戦士現れ、戦士たちは光のかけらを携え、闇に覆われし4つのクリスタルに輝きを取り戻さん。この世界には4つのクリスタルがある。火、土、風、水の4つだ。そのクリスタルが闇に覆われた結果、火は暴れ、風は闇、海はよどんで、大地は腐った。民の心も混沌の闇に飲まれてしまったようだ。俺たちにクリスタルを覆う闇を何とかしてこいということか。ああ、引き受けてくれるな。カオス討伐はどうなる？全てのクリスタルが輝きを取り戻した時に、お前たちはカオスを倒したと胸を張ることができるのではなかろうか。王よ、それはカオスはいないという意味か？古来より伝わるカオスなる怪物の逸話、それは一つの希望だ。カオスを倒せば平穏が訪れるという希望。そう、カオスなどどこにもいない。しかし新たな希望が今ここに、こうしてしっかりと存在する諸君がいる。ああ、なんと力強い希望だろうか。ジャック、アッシュ、ジェド、ネオン、この世界を混沌の闇から救ってくれ。今後のことは私から説明しよう。
君たちが闇から解放すべきクリスタルの所在だが、まず北の端から大陸へ渡りプラボカへ行け。そして監督官のソンヌ長官を訪ねる。プラボカは船乗りの町だ。彼らは王の支援を受けてクリスタルを探している。目星はついたとの報告を受けている。何をしている？まず北の端から大陸へ渡りプラボカへ行け。そして監督官のソンヌ長官を訪ねるのだ。何をして？頼んだぞ、光の戦士たちよ、我らの希望よ。頼んだぞ。Go forth, warriors of light. 皆様、どうかご無事で。クリスタルの祝福を。ありがとうございます。時にセーラ様、カオス神殿にガーランドらしき人物はいませんでした。そうですか。つまり、どこか他の場所にいるのではないでしょうか。気休めですがね。いいえ、希望です。失礼ながらセーラ様、ガーランド教とのご関係は？ああ、なるほど。皆様、どうかご無事で。クリスタルの祝福を。クリスタルの祝福を。ジャックの旦那、神殿から帰ってきたばっかだろ。大臣が宿代払ってくれてるんだが、うちで休んでくかい？うん、それがいい。そして探検の旅が始まった、そして探求の旅が始まった、That was in memories.